さあ、あ出てきました黒井さんですけどもですね、はい、いいですね相変わらず、はい、おっとちょっと待ってください何の神様のことだいつから来たかったんですかちょっと言いましたすいません気づかない挨拶遅れました。こんなん言うてるけどね、はい、もうこの間たまるにやんとこで飲んでてね、はい、こいつの話になったからね、はい、来いやって電話したら気負りませんねんで、はい、こいつなんでかやんねいやちょっと知り合いの社長と飲んでまして、はい、得意のそう多分ちょっと社長飲んでましてよかったら来たらって言うけどちょっと社長にたまるさんとこ一緒に行くんはちょっといや悪い店じゃないですよ悪い店じゃない、はい、ちょっとスタンディングバーなんで、うん、スタンディングバーやけどたまるにやん最近な、はい、酔い方ひどないかあみたいですねたまやんでの酔い方あの人オーナーやろ、はい、オーナーあんな酔ってるスタンディングバーのあの人立ってへんもんフラフラやもんなフラフラバーやフラフラやなあの人なんか早い時間からフラフラになってるって聞いてたん で僕行った時でもそうでもなかったですよしっかりしてそうですかもうでもちょっと9時ぐらいに森山さんね昔だったらもう手すりいるんちゃうかぐらいのあそうなの正面ばっかり行くやろあの人あのたまるにやしょんべんばっかりみんなビール飲んでるやろしょんべん近いやろほんでお客さんの立ってるとこあこいつ満員やん満員です後ろすん前でトイレ入っていたあの独特の匂いのする便所あるやろあと独特の匂いするやろ田舎の便所みたい田舎の便所あの店の匂いやんかまあそうですねあれも込みであれも込みであの匂いやろでもまあたまるにあの人間性でいつも満員やな、ね、居心地ええよないいっすね何やろあの居心地の良さあの店居心地いいけど兄さんって言ったら兄さん15分くらいで帰られるんですよたまにちょいちょいもう速攻出たりするじゃないですかこの前行ってね何も飲まんと帰った怒られた怒られた怒られたさすがにたまるさんが怒ったんですよさすがに怒られたケンタそらないであの兄さんお客さんのビール置いといてってラップして置いとかはる人ですよその兄さんが怒らはったんですかあそこキープちょっと違いますもんラップして置いとくってあんなもあかんねビールな置いといててそんな店あれっすよたまにこの前のビールあるってあるわけないほんまにあるわけないそこで怒られるよこの店あれで俺とみたいで言ってなそうですねいっぱい飲もうかいっぱい飲もうかガー詰めはったよはあ詰めていただいて結構開けてくれてねゆっくりぐらいに、うん、ほんで散々しゃべって行こうかそらなたまるさんがちょケンタそらないでなんもの お姉さんも本気で怒ってこんなことされたのうちなんであんなことわか分からんいつもニコニコのダブルに怒ったよまあまあそんなこと言ってまあまあその後ねちゃんとフォローで言ってよほんで10分ぐらいで帰るもうそれでええでもう10分ぐらい全然居心地いいことあらんやないですなんでリップサービスしたんですか分かるでも他の人はほんま居心地良さそうに、ね、良さそうに、はあ、他の人だってそうあこだからな5時半からな宮崎元気な居心地良さそうに飲んでて5時半から2時間かけてな焼酎ハイ飲んで、ね、ビール飲んで、はあ、よー飲んでますねよー飲んでるわあいつほんまあそこのお客さんってみんな文句言うくせに長いっすね長いね長いっすよあこな前行った時オープンから12時半からもう6時間以上おるってことでしょほんでないっぺんあこでな、はあいっぱい引っ掛けて、はい、ほんでご飯食べに行って飲みに行ってほんで戻ってきはるやろ、はい、あれどうなんでみんなああいうあの店がええんやろなたまるさんもお帰りって言いますもんねあれほんまにお帰りですもんねあれやろほんまにお帰りやもう帰ってきたんですもんね早ぶさみたい早ぶさあそこの客帰ってきよんねんな早ぶさやなほんまに飯食いに行ってる間にビール蓋しておいてそんなできる店ないですからそうかそんなやつ何食いに行くんすか何食いに行くねそんな客あんな発泡酒のな250円ぐらいやろあの頭そうですよ250円ぐらいやろあんなそうなんちゃう安いで、ね、あそこ2、30円ビールあげたら客足が遠のいたからってそんなせこい客そんなせこいでも黒ちゃんも行ったらやっぱちょっと長居するどれぐらいいたんですかいや、その時に夜かな、来へんかったから、よかったかな。あ、そうなんすか。そうやん、寂しかったな。寂しいねって、こんな人がね。
こんなやつ寂しいってな。それまたな、黒井がな、今呼んでんねん言うてな、むしろな、三輪がやで、そうそう、若手連れて、ね、ちょっと行こうや、玉屋行こうや、言うて、行って、おー、お前、ま、な、遅かったやないかって黒井が言うたら、絶対お前コンプライアンス引っかかるよ。コンプライアンスやっぱり業界悪い人と付き合ってみたいになったらね、なんでやねん、せめてフラかぶるとか。お前今神様や言うとったやんか。神様にもいろんなジャンルやろ。悪心出たの、悪心。もうちょっとあのソードバンクホークスのペーニャみたいな、あのひげつけてくれ、ペーニャみたいな。うつでペーニャ。今大仏のペーニャ、あれ大仏は似合いそうですね、こっちでペーニャ。ここ生えへんのっすよ、ここ生えへん、ここも生やしなかったんですよ、生えへんのっすよ、もうここだけなんですか。そうね、これも頑張ってんねん。黒井さんでした。あっさり終わった。